ちらのお車は日本に輸入されてから正式に認可を受けた正規ディーラー車になります。光栄なことに全くの今新車の状態で走り始めていますので、今日はまだ慣らし運転中なんで激しい走りはもちろんできないんですけれど、ファーストインプレッションをお届けしたいと思います。今ねアイドリングストップでエンジンが止まったんですけど、このものすごい過激なスタイリング存在というかね、全然このアイドリングストップ機構が似合っていないと思うんですけど、まあポルシェも本当に思い切ったストリートバージョン出しましたよね。フェラーリではねこういった過激なもうほぼレーシングカーじゃないのっていうようなモデルを頻繁に出されているんですけど、ポルシェに関してはカレラ GT やね918スパイダーとか、まあもちろんスペシャルモデルもあるんですけど、今まで GT3RS っていう名前がついたモデルももちろんリアウィングがついていたり、とても低いライドハイトだったり、もうねカップカーと同じルックスのような車もあったんですけど、でも今回のこのタイプ992のほどね思い切って全ての快適装備を除去して性能のためだけに割り振ってくるっていうね、思い切りの良さ、大胆さ、そんなねすごく振り切っちゃったロードカーは初めてだと思うんで、もうこのルックスを見ただけでねワクワクしますよね。フェラーリではね前から採用されてますけど、可変エアロデバイス、こうフロントの見えないね部分に搭載したり、リアも DRS ドラッグ軽減して最高速を伸ばしながらもダウンフォースが必要な時にはウイングが稼働してハイダウンフォースを発生する、そういったね機構も搭載されていて、まあそういうギミックだけでもねとってもワクワクするんですけど、それらがねただのギミックではなくて全てラップタイムをコンマ1秒を削るためだけに考えられて、そして搭載されたっていうね成り立ちももうほとんどねレーシングカーと言ってもいいような、もしくはレーシングカー以上の性能を有している、そんなストリートスペシャルバージョンなんですね。ですからニュルブルクリンクのラップタイムも先代のね GT3RS と比較して11秒近くラップタイムを短縮してるんですね。これはね、まあ、確かにニュルブルクリンクはロングコースですけど、そこでねでも10秒っていうのはもう明らかに全く別の車ですと言ってもいいぐらいの性能差なんですよね。ですからただ単に見た目がねとっても過激になったっていうだけでなくて、そのスタイリング全てがねラップタイムをコンマ1秒削るためだけにデザインされている、設計されているっていうところがこの車の最大の魅力なんじゃないかなと思います。ノーマルモードで走っている限りはねまあほぼそんなにレーシングカーのような車に乗ってるなっていうほどの硬さはないですね。もちろんサスペンションストロークは短めなんでハードなバケットシートに座っていますから、それなりの突き上げ感とかはあるんですけど、でもこのくらいの乗り心地であればね十分普段使いも許容範囲であるなとは思います。今ね時速50キロなんですけど、あっという間に5速までシフトアップしてくれますね。でその時にねシフトショックがほとんどないんですよね。ですから今もう本当にタウン速度で流している状態ですけど、この乗り心地どっかで感じたなって思ったのはサーキットのねピットロードなんですよね。レーシングカーの911でピットロードを走っている時のね車の動きそのものなんですね。なんかねそんなところもねこの最新型の GT3RS は
レーシングカーそのものを、まあ、味わえちゃう、レーシングカーにナンバープレートがついちゃってるっていうね、そんなスペシャルモデルといっても本当にバッチリそれが当てはまる車なんじゃないかなと思います。でもね、やはり転がし始めからすぐに感じ取れることは軽さですよね。1グラムまでね、徹底的に軽量化を煮詰めたって言っているだけあって、いや本当にね、結構大柄な車格なんですけど、転がした感触がね、とっても軽いんですよね。まあもうね、ダウン速度でノーマルモードでもこれだけビシビシとね、ドライバーにインフォメーションが伝わってきますから、これはね、エンジン回せるようになってワインディングやサーキットに持っていったら最高でしょうね。まあ今日はね、本当ファーストインプレッションということで簡単なレポートしかお届けできないんですけど、しっかりとね、慣らし運転を終えて、それからワインディングへと持ち込んでまた撮影したいと思います。ちょっとだけ加速してみましょうか。手にブリッピングしてポンポンポンってシフトダウンしてくれましたね。いやー、これはね、アドリンが出まくっちゃう車ですね。めちゃくちゃ楽しみです。